どうもこんにちは、キャンバスゴルフの永井です。今回はですね、救い打ちを防ぐ、救い打ちにならないためのちょっとイメージ作りをしていきたいなと思います。ちょっとまあ、短い動画になるかなと思います。まあ、右利きの方、左利きの方、いろいろいらっしゃるかと思うんですけども、ちょっとこんなイメージ試してみてはどうかなというものを、まあちょっと思いつきですけど、お伝えしたいなと思います。まああんまり一般的ではないかもしれないんですけど、丸い形の大きな窓があるとして、ここにこう縁がある、まあ、それをこう手に持った雑巾でこう拭いていくんですね。こう縁があって、スッスッスッ、こんな感じ。まあ、クラブ持ってやると、これが雑巾にはさすがに見えないけど、まあそう持ってると仮定して、こうですよね。こうなって、こうな、こうですよね。手の形でいうと、まあこれ右手のパターン。こういう感じ。次はですね、ちょっとスマホを使うんですけど、スマホをこう持ってこうですよね。こういう持ち方、こういう持ち方にして、そんでカメラ起動して、こう内側向きのカメラ起動して自分のこう顔を映す、まあ、自分の顔見たくなければ 目線を外していいと思うんですけど、まあ、こう画面に自分の顔をずっと映ってる、こうやってこうやって、やっぱり丸くなるんですけど、ずっと自分の顔が映ってるように動かす。こういう感じ。はい。その感じでやると、こういう感じですよね。グリップ持つと、こういう感じかな。はい、こんな感じ。ね、まあ、最初はちょっと左利きかもしれないですけど、それでいいです。それからまだあるのが、これ今度は右手なんですけど、まあ、これはまあよくある表現かもしれないんですが、こうちょっと出前持ちみたいにしたら、この面の上に、まあ、ケーキでもいいし、パイでもいいし、ピザでもいいです。とにかくこの具が乗っかってる面を下に寝てる人の顔にベチャーってくっつける。ベチャーベチャー、こんな感じですね。で、最初はボールがこう低くなったりとか、左にピュンって飛んだりとかするんですね。まあ、もちろんやはり左手で言うと、まあ消屈することになるし、右手で言えば背屈を極端にすることになるので、基本的にフェースがすごく閉じる打ち方なんですが、まあ、最初はそれでいいです。逆に言うと、その救い打ちが癖になってしまっている人っていうのは、救う動作によって普段まっすぐに飛ばせてしまっているので、そこにこの正しい動きを入れたら、まあ左に行っちゃうのはまあ当たり前のことなんですよね。だから、なんていうか、今救い打ちにまっすぐ飛んでる人っていうのは、ここだけじゃない、他の部分も何かこううまく組み合わさってまっすぐ飛んでるんです。だからここだけ直すと左に行っちゃうんですね。で、まずは今みたいに救い打ちを予防して、こう正しい手周辺の動きを習得して、まあ、最初は左に行くかもしれないんですけど、他の場所がどうなったらまっすぐ飛ぶかっていうのを、まあ、探していけばですね、まあ、おのずといわゆる正しい動きになってくるんじゃないかなと思います。そうなんですよね、スイングってそのいろんな動作の組み合わせなので、一箇所が正しければそこを手がかりに、まあ、どうやったらうまくいくかなってやっていけば、他の場所も正しくならざるを得ないはずなんです。ということで、ちょっとね、すごいちっちゃなポイントでしたが、救い打ち予防のイメージ作りとさせていただきます。ぜひ試してみてください。ありがとうございました。動画に関するご意見やご質問ありましたら、ぜひコメント欄に書いていってください。
それからですね、実際 の、 あのレッスンですとかセミナーとか、またはスイング分析などもやっておりますので、興味ある方、キャンバスゴルフのホームページの URL を載っけておきますので、ぜひ見てみてください。今度からですね、なかなかこうレッスン通えないという方のためにもですね、1回でなるべくこう身になるようなあのスイングに関する、またはパッティングに特化した、そういったこうイベント形式のものもやっていこうと思っておりますので、ホームページで更新しますので見てやってください。ありがとうございました。